き、夏ひとよみのご紹介させていただこうと思います。まだ続くんです。そう、夏帯が、ね、どんだけ作んねんっていう話なんですけど、一応ね、まあ、今回、こういう形で夏帯をいろいろ発表させていただくんですけども、今日で一応3本目です。はい、3本目です。で、全部で言うと、一応全部でね、今回まとめて一応6本、夏ひとよみは新作として一応ご紹介させていただこうと思うんですね。で、その中でも今日紹介するその3本目の柄っていうのも、一応これも新作なんですけども、まあ、私がその6本今回はじね、いろいろデザインさせていただいた中でも、まあ、一番結構テンション上がるというか、まあ、ほんまにね、結構好きで考えたような感じなんで、ちょっと今日かなり私もテンション上がってます。はい、それを皆さん今からちょっとご紹介させてもらいますので、それではスタート。はい、ということで、今からその夏ひとよみの一応第3弾ということでご紹介させていただこうと思います。それがこちらでございます。イエーイ。そう、これわかりますね。近いのわかるかな。これね、そう、また同じように上の方がちょっとわかるかな、生地を浮かすとわかるんですけど、この表の生地の方には金彩で、ごめんなさい、こういうちょっとこうね、花火が書いてあります。で、透けてる下の方にこれ全部ね、そう、バルーン風船が描かれてるんですよ。で、全体を見るとこんな下のね、ちょうどこれも柄が出ないところなんですけど、こんなところまで一応バルーンが描いてあります。可愛くないっすか。いや、私ねなんかこのね、生地の色とかを見ていろいろ考えた時に、まあ、このね、風船の上にちょっとこの花火の柄っていうのは結構思いつき、そう、ちょっと何かが降りてきたみたいな感じで一応描きました。で、これもまたね、ずっと最近から、まあ、先からじゃない、一応1本目2本目とご紹介させていただいたような感じで、じゃーん、こっちの方は、はい、そう、アリスの柄です。で、これも同じように上に、はい、黒の、で、ちょっとこう茶がった、こう茶がかかった黒でアリス描いてます。で、下の帯芯に、そう、スペードとかハートとかトランプ描いてます。可愛いでしょう、これね。で、結構私、その久美子先生させてもらった時って、こういう感じで、あの着物と、まあ着物じゃない、ごめんなさい、久美子といえば一応バラっていうのもあったんですけど、結構ね、このアリスシリーズっていうのもすごいなんか人気があって、で、まあね、アリスって別にその夏物とかじゃないと思うんですけど、でも好きな人にとったらアリスをね、別にこういう夏一重でされても全然ありだと思うんですよね。で、これも同じようにやっぱりお太鼓は、ね、こういう形で表と、まあ、裏、まあ、どっちが表裏ってわけじゃないです。 A 面 B 面みたいな感じですよね。こういう形で2面描かさせていただいてるんで、もちろん前の柄もそう、こんな感じで、こっちが花火の方です。かわいいでしょう、これ。そう、花火弾けてますみたいなね、そこにこうバルーンが飛んでますっていう感じで、で、反対の方は、はい、こんな感じです。アリスです。かわいいよね。でもこれ見るとわかるんですけど、特にこのアリスの方なんかは結構ね、横長に書いてあるんですよね。もうほんまに全部柄出すのが難しいというか、で、その時の着方によってこっち出してもいいし、ちょっとこういう感じでこうずらさはってもいいし、みたいな感じで、かなり楽しんでいただけると思います。で、せっかくなんで、これも出来たてほやほやの新作ですから、今からまた着物の方に着付けたいと思います。風船の柄の帯が一応着付けができました。イエーイ。こんな感じです。遠いか
な、ちょっと全体的に映したかったんでこんな感じで、ちょっとね柄が分かりにくいかなと思ったら近くで見るとわかりますか、わかりますか、ちょっとあ、そうそう、 こんな感じで、ほらここに花火あるでしょ、映ってるでしょ、このほら風船とね、で後ろを見るとこんな感じです、かわいいでしょう。ちょっとこうね正面よりは少しね、ちょっとこう角度をつけたような感じの方がねよく見えるかなと思うんですけど、あ、で例によってはい、サイドからも見えます、アリスちゃん見えてます、かわいいよねこれね、こっちからもチラッと、よいしょ、ほら、あ、かわいい、そう、めっちゃ映ってるでしょ、かわいいみたいなね、でね、でね、そう、ちょっとこれ見てくれはった方気にならはったかなと思うんですけど、この着物、そう、これも実は花火の柄でございます。で、これは裾も全くこのぼかしだけって、こういう黄色とグレーのグラデーションだけなんですよ。で、上だけがちょっとこういう花火の柄が書いてありますね。ちょっと着付けがこんな感じで、実際にはそう肩のところとかも入ってます。綺麗でしょう、これね、もういつやそれこそできたんが、デザインさせてもらったのはね、もうそれこそ24、5ぐらいの時なんですよね。で、その当時、今もそうなんですけど、私でも花火が大好きで大好きで、もうね、ちょっとこのコロナでもうこの3年間私見られてないのが、琵琶湖のほら、ね、滋賀県の人が、もうこの関西の人だったら知ってはると思うんですけど、琵琶湖でいつも真夏にあげはる花火、もうあれがね、私本当に毎年楽しみで、もういつも行ってたんですよ。でね、その20代の時にもうほんまに花火が好きで、でもう一回ね、その浴衣じゃなくって着物、しかもこんな贅沢のこれ夏の生地、夏の着物の素材なんですよ。でこれもやっぱね、素材はいとこさんです、はい、いとこさんの一応おじやつむぎなんですけど、ちょっとねなかなかね画面ではこの質感が分かりにくいかなと思うんですけど、そう、すごいシャリ感があってね、めちゃくちゃ着やすいです。でちょっと余談なんですけどね、そうこの着物ね、じゃあなんなん、顧問なん、付け下げなん、訪問着なん、なんなんとかって質問もよく受けたこともありました。実際久美子先生してた時にこういう展示会場で来てたんですけど、いやもう本当にね、これこそ、いやいや、そんなもうジャンル分け地方って、もうほんまにその花火見に行く時、夏にお祭り行く時とかイベントの時に、でもその時に来はったらええんちゃうって思いません、この感じやったらね、全然そういう形で楽しんでいただけたら、もっと着物自体がね、皆さんも気軽にというか、ほんまにご自身も楽しんで着られると思います。そうで、これは正直ごめんなさい、売ってません、はい、自分だけが、まあ、私自身のこれも私物なんで、まあでも欲しい、私こんなん作って欲しいという方はコメントください。その時はまだご相談ね、はい、一応個別に一応ご相談の方もありますので、よろしくお願いいたします、はい、っていう形で、はい、一応こういう形で風船のバルーンの帯のご紹介です。かわいいですよね。着付けが終わりましたのでご紹介させてもらおうと思います。ちょっとまずはこのアリスの方ですね、せっかくなんでちょっと浴衣に着付けてみました。どう、かわいくない、これこれ、こんな感じで近づけたらちょっとわかるかなと思うんですけど、この辺とかほらスペードとか、これ下のね帯芯にハートとかほら書いてあるのが全部これ透けてるでしょ。で上からこれまたそう手書きで全部書いてます。あ、ちなみにこれもうちの、はい、手書きの帯留めでございます。こんなも売ってます、可愛くないですか、こんな感じです、全身は。で、で後ろはというとこんな感じですね。ほら遠目でもわかるでしょ、結構このハートとかスペードとかね、下に書いてあるのが。でズズズズズズイッと近づいてくるとね、
こんなちょっとすごい立体感のある面白い、そう、書き方で表現してます。あとね、ちょっとこれね、まあ、映るかな。下のね、帯芯ね、実は、ちょっとね、細かい、実はこれまた、織の柄が入ってたりするんですよ。わかるかな？この辺、この辺。そう、もう本当に光の加減でもうっすら映るぐらいやねんけど、だからちょっとね、こういう特別な帯芯も使ってるので、まあ、これを本当、超レアな感じです。で、また同じようにご紹介しますけども、これが、よし。ね、少しですけど、はい、裏の花火が映ってます。かわいい、夏です、めっちゃ夏です。こんな感じでーすね、いいよね、こんなん。はいはい、ということで、本日はバルーン風船とアリスのリバーシブル夏一重の帯をご紹介させてもらいました。ありがとうございます。ね、本当にこういう感じの、ここまでこう遊んでるというか、楽しみながらね、表現してるような帯って本当ね、ちょっとなかなかないと思います。でね、まあ特に私も実際久美子先生でいろんな方でこうアリスの柄とかお求めいただいてるんですけども、やっぱりね、あの可愛さにはね、年代はないです。もうほんとエイジレス。もう全然、もう好きな人やったら、もうそういう似合う着こなしをしはったら、そういうもうね、もう若いからとか、その年いってるとか、もうそんな何にも関係ないです。そう、もうこういうのはもう好きな人に、ぜひしてもらいたいです。でね、また肝心なお値段でございます。ね。まあ、やっぱりこういうのもどっちにしてもね、この今ちょっとここに置いてますけど、ちょっと見にくくてごめんなさいね、やっぱりこういう形で書かさせてもらってる柄なんかもやっぱり大量生産難しいですね。でも本当に例えばそれこそお嬢さんとお母さんと兼用で使わはるっていうのも全然ありやと思うし、いろんな形でまあ浴衣にまた合わせてもらったりとか、この夏の着物また紬とかに合わさるのも全然 OK だと思います。っていうところで、こちらの方の、はい、この花火の柄、アリスのリバーシブの帯が以上で発表させてもらいます。128,000円でございます。いやー128,000円。いや、結構ね、これお得やと思いますよ、ほんまに。ね、普通にやっぱり呉服屋さんとかで出したら絶対こんな値段もありえないことなんで、まあ、本当にこういう形で、直接ね、皆さんにご紹介させてもらって、そのネットショップとかでもね、買えるっていうお値段になってます。ただね、やっぱりいかんせん、一点物です。まあ、同じようなものを作れたとしても、やっぱり本当に言ってますけど、ちょっとずつ色が違ったりとか、デザインが違ったりというところがあるので、もうオンリーワンというところなんで、もう本当に早いもの勝ちです。はい。もう気に入ってある方は、また概要欄の方に、ネットショップとかのね、またホームページの、はい、そっちの方貼っつけておりますので、ぜひすぐにチェックしてみてください。はい。じゃあまたこの動画が、いいねと思った方はまたいいねボタン、また高評価、あとコメントとかもいろいろまたくれはったら、全部私の方読んでますので、よろしくお願いいたします。じゃあ今日の動画は以上です。ありがとうございました。じゃあねー。